はい今回は東京都知事選終盤で石丸2位と蓮舫3位と騒ぐデタらめマスコミと何が本当なのかの根拠こちらについてお伝えしていきます今回もよろしくお願いいたしますまあこれに似た内容ですねお伝えしたんですがまあリスナー様からコメントいただいたこともありまして、まあ、ちょっとあの僕いろいろ調べてみたんですね で明らかにこの、まあ、マスコミのデタラメっということが、まあ、分かったので、まあ、その根拠と合わせて、えー、お話ししていこうと思うので今回もよろしくお願いいたします。まあ、あの一つです、ね、ちょっと意味がわからないコメントがありましてわざとなのか、まあ、本当にわからないのか、まあ、何なのかわからないんですがこのようなコメントをした人があいまして石丸が2位蓮舫が3位これが現実小池も蓮舫も同じ、えー、全く意味がわかりません。 えー、小池と石丸が同じっていうなら話が分かりますが小池も蓮舫も同じ言ってることの全く意味が分からないんですけどまあ何でしょうかね分からずにまあ書いたのか、まあ、何か違う意味があるのか分かりませんけどまあこちらの件をですね考えてお話していきますまあ僕はあのリスナー様に何度もお話しているように東京都知事選ですね、えー、小池緑を落選させることができるのは蓮舫さんしかいないと、まあ、そう思ってますので、えー、蓮舫さんに最後の最後まで頑張っていただきたいと思いますし もうはっきり言って、今回もそうですが、僕が話した話でお分かりいただくと思うんですが、蓮舫さんが有利なんですよ、別にそれをマスコミが言わないだけで、ちゃんと調べると、ですね明らかにそういったことが分かるっていう話なんですが、今度は、ですねちょっと名前を伏せますけど、誰とは言いませんけど、リスナー様からいただいたコメントで、ですねこちらの方はものすごく政治に僕なんかより詳しい方だと思うんで。 まあその方がまあいた,だいたまあコメントなんですが。 まあ、テレビっていうのはね、えー、まあ、その忖度してるっていうのがわかるんですが、この SNS もお、まあ、何かしら裏で忖度してる可能性が高いんですよ。だいわゆる SNS に出てくるですね、まあ、有名人ですよね。まあ、そちらについて、まあ、コメントしていただいて、まあ、一応名前は控えますけど、あの、自民党とか維新の会について否定してる人がですね、えーい、石丸真二を応援する謎ですねっていうことなんですが、まあ、本当にえ謎ですよね。だって、石丸真二って、自民党と維新の会ですからね。 だから、それを理解してないと思えないんですよ。その有名な人なわけじゃないですか。僕もリ、リスナー様も思ってらっしゃると思いますが、小池百合子の背後には。 まあ自民党、まあ、萩生田、岸田、あるいは東丸がいると、で石丸真二の背後にも、まあ、東丸維新の会、あるいはです、ねまあ、その安倍応援団がいると、だつまりこの安倍応援団が後ろにいるということが分かっているにもかかわらず、石丸真二っていうのはそういった裏があるにもかかわらず、えーなぜ、なぜだか分かりませんが、SNS でこの石丸真二を押してると。うん まあこれ以上は誰か言いませんけど、多分皆さんもね、えー、あの思われると思うんですよ。だからあの、まあ、別に僕は有名人でもないしね、別に有名になどを、まあ、なることもないし、なれないと思うんで、正直に言いますけど、こういった有名人というのは気をつけた方がいいんですよ。だって矛盾してるわけだから。うん、だってあの、自民と維新を否定して、えー、石丸信次を肯定してるって意味がわかんないじゃないですか。石丸信じって自民、維新そのものですからね。 だからこういったもので分からない人が多分混乱するっていうか、まあ、それに踊らされる、まあ、そういったことの可能性があるんですよね。で、まあ、どういうことかっていうとマスコミの狙いっていうのはとにかくもう蓮,舫さんを蓮舫さんからまあ票を要するに切り分けたいんですよ。だから小池百合子と石丸真二をどん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 情報操作してです、ね、石丸真二を優遇してるんですよ。 ただし、この後にお話していきますが、ね、SNS を見れば、きちんと見ればわかるんですよ。圧倒的に蓮舫さんが支持されてるってことはわかるんですよね。で、えー、このですね、なんて言うんだろうね、出てくる石丸2位とか、あだから小池1位、石丸2位、蓮舫3位っていうのは、これはマスコミの、まあ、根言たわごとなんですよね。で、この根言、たわごとを言う理由っていうのはあるんですよ。世論をですね、混乱させるために、こういうことを言ってるんですよ。 あのマスコミが本当のことを言わないからあ、僕が調べた限り本当のことを言いますがあ、一番上に蓮舫さんがいると思います。その下の順位っていうのは分かりません。小池が下にいるのか、あるいはです、ね、蓮舫さんの下に石丸がいるのかわからない。正直あの、蓮舫さんの下に石丸がいると思います。だから、あのね、 1>, 1位が蓮舫さん、で2位が石丸、で3位が小池だと思いますよ。うん、だけど、そういうことをマスコミは言わないんですよ。なぜかというと、世論を誘導して、ですね次の東京都知事選も小池を通そうという、その、ね、根端がもう分かるからですよ。広告代理店で丸と小池の癒着があるからじゃないですか。で、マスコミのですねでたらみがひどいと思うんですが、蓮舫さんと石丸真二の差が2倍以上あって、蓮舫さんが3位だとかっていう、全くのでたらみです。 だからこれを言う理由っていうのはあるんですよ。蓮舫さんの,、まあその票が集まってないっていうことを世論として打ち出してですね、あ蓮舫さんはダメなんだっていうことを大衆にあの語りかけてるんですが、全くのデタラメです。蓮舫さんが圧倒的に1位だと思います。そういった根拠があるんですよ。 でこれっていうのは裏側に、えー、この小池百合子あるいは石丸新二がそうですねまあ、自民維新、えー、安倍応援団だと思いますけど安倍応援団東丸人脈が蓮舫さんを何とかしてねの、えー、抑え込みたい蓮舫さんを潰したいとそういった力が裏で働いてるんですよしかし僕たち日本国民東京都民の方はあこういったことにね踊らされることなくきちんとね、えー、な何がおかしいのか小池百合子がおかしいわけじゃないですか 公がおかしいんだったら蓮舫さんに変えて、えー、そのね公益、えー、力を落選させるしかないとだから都民、えー、庶民国民の投票行動投票行動にかかってるんですよねだからこのマスコミのデタラメに踊ってはいけないんですよ 自民党、あるいはですね、えー、まあ自民党でしょうね、自民党、まあ、岸田もそうかもしれませんが、自民党、岸田としては、えー、石丸真二を使って蓮舫さんの票を切り分けたいんですよ。それを書いていただいているリスナー様も今いらっしゃいましたが、そうだと思います。で、えー、どうにかこうにかして、まあ、自民党、岸田はですね、小池百合子を勝たせたい、石丸を使って、えー、まあ蓮舫さんの票を、まあね、切り分けたい、そして蓮舫さんを勝たせないようにしたい、そういった力が裏で働いていると考えられますからね。 で、えー、まあ、石丸真二と小池百合子の背後には安倍応援団、遠丸がいる、うん、ね自民党維新の会、遠丸がいる、ただ蓮舫さんの背後には、その遠丸とかそういったものはいないでしょうから、そういったことからもこの蓮舫さんがただただひたすらあねこう下げられるネガキャンの対象にあっていると思います。で じゃあ、なんでね、蓮舫さんがそのお、まあ、ぶっちぎりのもう1位にいるのかっていう、まあ、そのお、ねえー、根拠があるんですよ。おまあ、前も思っていたんですが、今回も一つ根拠を見つけたんですよね。えー、調布駅中央口駅前広場での街頭演説っていうものを投稿した人がおりまして、僕はあの正直にすいません、東京でないんでね、えー、その調布駅っていうのはちょっとわからないんですが、東京ですよね。でそのの駅中央ぐ口の 中央口駅前広場でのね、蓮舫さんの街頭演説っていうことなんですが、めちゃくちゃ人がいるんですよ。こんなにも人が集まることがないというぐらいの人がいた、その投稿がいくつもあったんですよね。で、そこのところに寄せられている内容っていうのは、蓮舫さんへの期待がすごいと。で、まあ、まあ、う嬉しいっていう、まあ、ことを言ってる人がいたんですが、人が大勢い,い,いすぎて、撮影ができないっていうことで。 こ,れすごいことですよ、うん、こういうすごいことが起きてるにもかかわらずマス,コミ、ま、マスコミは全く取り上げないんですよ。蓮舫さんの調布の街頭演説にものすごい人が来ているとここまで人があ期待してる蓮舫さんに対して、うん、なんで、えー、常にねこのでたらめじゃないですか最初にこの僕のところにコメント来た人っていうのもいますけど全くおかしいわけですよ。ここまで蓮舫さんにね 都民が期待して街頭演説に行ってるにもかかわらず、小池百合子が常に1位にいると、小池百合子は常に1位、で、その下に石丸慎二がいるのか、まあ、蓮舫さんがいるのかっていう、まあ、マスコミの根ごとたわごとじゃないですか、すべてデだらめですからね。だから、どういうことかっていうと、実際の話ですよ、実際のところっていうことで、東京都民は蓮舫さんを応援してるんですよ。 隠しきれないのはなぜかっていうと、この街頭演説の人の多さあ、これっていうのは動員ではないんで隠しきれません。だからこういうことから、あデタラメだろうなっていうことはわかるんですよ。だからいちいちこのマスコミの、えーね、このデタラメに踊ってはいけないんですよね。都民と日本国民は何を思うのかって言ったら、小池百合子を何としても落選させる、これをまあ思う、願うわけですよ。 で今度ですね、えー、まあ <laughs> まあ、ニュースっていうかまあそういったものがありましてちょっとそちらをですね、えー、まあ、短いんですがあ考えていこうと思うんですが「石丸2位」っていうのは意図的にこの流された情報である可能性が高いと、えー、自民党とかマスコミが実施したあね調査ではあね 小池蓮舫石丸の順になっているんですがあれおかしいな小池蓮舫石丸の順になっているのになぜだか石丸が今度2位に上がっているとつまり石丸が2位っていうことで蓮舫さんを追い込もうとしている可能性があるってこういうことを言っているニュースもあるんですよ僕はさっきお伝えしましたが僕は調べた感じですよこれはあの僕のね独自の考えですけど1位は蓮舫さん2位は石丸3位が小池だと思いますまず小池っていうのは秋葉原のガイド演説ンもそうですがるっきり支持されてません 都民ががを支持している要素がどこにもないからです。で蓮舫さんというのはものすごく支持されているんで、まああのであと数日ですがこのまんまいったら蓮舫さんが勝てると思いますからね、うん、あの最後の最後まで、えー、頑張っていただきたいと思いますが、まあ、自民党、まあ、維新の会、えー、マスコミ広告代理店で丸が裏に回って何としても蓮舫さんを落としたいというネガ掛け案を展開しているんですねでさっきお話ししましたがこの調布の件とかもそうですが SNS を、ね、分かる限り調べるとですね 地元の方たちが街頭演説っていうのを投稿しており特にこの調布はすんごい人がいますだからあのあんまりこういったことも言う人いるかわからないんですからちょっとあのマスコミでたらめいいかげにしろって話ですからね、うん、どこに蓮舫さんが3位だっていう根拠がないんですよ、うん、単純に言ってるだけですよ、うん、そしてその SNS のね有名人とかもそういったもので石丸をなんかを応援するふりをするんで 人々がですね、あれどうなったのかなということなんでえ、はっきり言いますよ。蓮舫さんが一番上にいるんで、安心して大丈夫です。それは何でそういうことが言えるのか、うん、調布の街頭演説の人を見たら明らかでした。マスコミはこれを隠してます。だからこのまんまいけば蓮舫さんが勝てることは手堅いと思いますが、最後の最後まで慎重に蓮舫さんを僕は応援しようと思ってます。だからこの東京都知事選っていうのは、別に難しいことではな,ないんですよ。 いつもお話ししているように、250万票から300万票を誰が取るか、そのね、椅子取り合戦なわけですよ。その椅子に座るのは、小池百合子か蓮舫さんのどちらかなんですね。石丸真二は取れないと思うんで、で、小池百合子を落としたいという、東京都民の考えをね、その実行するんであれば、蓮舫さんが通らなければ、小池百合子は落とせないんですよ。だから、こういったことも総合的に考慮して、残り数日ですが、ラストスパート、蓮舫さんに頑張ってもらいたいと思います。 まあ僕はね、ちょっと関西の方だからあんまり言えないですけど、蓮舫さんがですね、頑張って街頭演説に出てね、東京都民を大きく巻き込んでもらいたいと思います。すごい人ですよ。僕は東京だったら見に行きたいですからね。うん。その蓮舫さんの頑張りに本当に期待してます。 もうこの東京都知事選がですね残り数日になったんで、えー、とても大切な時期に入りましたから、またあ分かったことがあったらお伝えします。まあ、今回はこの東京都知事選の終盤で、石丸2、えー、蓮舫3位という全くのデたらめをマスコミが言ってますが、本当のことを隠してますが、その街頭演説の人数の多さで蓮舫さんが1位にいると、まあ、そのことが分かるという件についてお伝えいたしました。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。今回はここで終わります。